次の配信はルーザーズのセミファイナルですね。今勝ったヒカルと対戦するのが誰というところだと思うんですが、うーん、お、ザクレにガンタヘビ選手なんと勝利来ましたね。おスマパといえばね、ザクレがねメダルペロペロする場所だったんですけど、はいはいはい、はい、今日はねペロペロさせませんでしたね。ザクレここで決勝まで行かずに、ちょっと本当にね、まあ、珍しい、珍しいですよね。普段はこの時間ぐらいにスマホ開いて、そうそうそう、スマパン眺めるとおザクレおるやんって感じの、またおるやんところですけども、ペロキャンってペロペロキャンディーみたいですけど、ね、メダルペロキャンですね。メダルもあげてないんですけどね、ペロペロするものはないんですけど、実はさあまたドンキースネークになりますか。はい、なりますね。ミサケ、はい、あのガンタヘビ選手はミサケ選手ですよ。あ、ドイツ人物でございます。なるほど、はい、よかったです。なんでって何よし悪しで判断できることなんですかこれ。さあミサケさんどう立ち回っていくか、ねえ、ステージもまた戦場なんで、これはちょっと使い手が変わったらどうなるのか。さあこれは大上の展開絡ませていきます、うん、横 B の展開には付き合いません、はい、おっと四方しっかり当てて、うん、手榴弾手榴弾もう一度投げて、これは掴みを回避している。素晴らしい、かなり鍵の回転率が高いことによってドンキーコングにターンを渡してませんね。そうですね、今のはなんだ。わーでもっとうまい、まず先行っていくのはミサケ選手です。上から降ってくるこう迫撃砲をね、空上の横方向に判定の出る技で消せるんだっていう驚きがありましたけど、はい、下にはさすがに判定薄かったみたいですね。上強で迎撃されました。それでできたらもうすごいですよ、はい、何でも空上ですからね、うん、着地もさあ守備団取りながら DK だったか、これは空上の振っていく光選手、さあどうでしょう。上スマッシュが見えてましたけど空間の軸かかってましたね。無限の持続、はい、じゃあ行きました。さあどうでしょう、うわ反対で当たってる。そう、しかも地味に食い出しますからね。ああ面白い、面白すぎる。今の多分空中前振った後も移動回避でちゃんと帰れてると思うんで、はいはい、素晴らしい暴れでしたね。そこはしっかり空を当てていった、うん、あこれはしっかり回避使っていきました。三崎選手さあ空した、これはどうなる、ちょっと守備を見せながら四方を見せて、どっちDA で差し掛けて、うまい対空ですね。中段を見せながらですね、はい、ついに近づいて技を当てていく三崎さんの前です。うん、さすがにまた大事したのはい、空下が当たるぞと、うん、足が長いですからね。さあ DA で外出していく、手榴弾を見せていけ、一回外に逃げて手榴弾を縦にしつつ帰ってきましたが、うまい、そして撃墜力素晴らしい。あそこから倒せるんだなって感じです。光ドンキーはやっぱ3次元ですね。見せていきますね、はい、そう、素早い判断。さあ空後檻にはそのまま潜り込んで植木を当てるぞと、はい、サケイさん来てますね、はい、今このまま流れを取って決勝に上がると、うん、スネークフォックスになるのかな。いや、あ、違うか、ジャガイモさんがルーザーズファイナルにいるんでスネークファルテナになると思います。だがそうはさせないぞと、そうはさせないぞと光るリドさん出てきましたね。リドさんこれもまた練習してましたもんね。やっぱ平日大会のいいところはいろんなファイターが見れるところ、はい、うん、さあステージはライブ、これステージで選んだ説あるかな、うん、スネーク本当にライラットクルーズいいところが何もなくてそう、まあ、上から帰るとこう台上の展開になりがちなんですけど、台があるステージって台上の展開になっても何も美味しいことないんですよねこのステージ本当に。はい、でしかもこう着地を狩る側は各所に台があるせいで上まで追ってきがちっていう、あ確かにそうですね、もうねゲボゲボっていうステージなんですよ。なれれば、はい、緑を動かすなるの、素晴らしい、うん、着地後 の直接掴みに行くんじゃなくて、はいはい、回避まで待ってから横必殺技で、うん、掴むだけではなくて横 B というのも、はい、そうですね、撃墜できる選択肢分かってます。先ほどの
ステージの説明もありましたけど、うん、イドリーというキャラクターであれば最高ですからね、はい、上に帰ってキスネキに対してもなかなか見せて、うん、そうですね、かなり機動力が高いファイターかつ攻撃の判定も広いので、はい、着地狩りとはやりやすいですが、その分復帰がまあ、ドンキーコングと比べるとね、五分五分ぐらいかなって感じもしますけど。さあ下京都、手榴弾織り交ぜて15%稼いできました。うん、次当たらないです。痛いですねあれ本当に。今作の火炎放射はね、はい、痛いやつが多いですね。はい、さあ横火は当たらない。横京都手榴弾打ち当てていきました。そしてその引きジャンプに対して D 当てていく光るウリドリ。さあ主流、うん、主流弾じゃない C4 とともに入っていく、はい、今の当てそうでした。そうですね、怖いところで横必殺を打ってきます。はい、さあどうだ、これはちょっと嫌な展開だったが上から返ってきました、うん、冷静。うわー、主流弾がケアしてるけどジャンプは逃がさないぞと、うん、追い切りましたね。さあ素晴らしい。さあどうだ、クーマへ、これは6回、はい、今日当てていきました。しかしまだ撃墜しませんね、はい、準重量級。さあ余興いい復帰ですね。火器をふんだんに混ぜて、これがなかなか難しい。今空前でおそらく迫撃砲を消そうとしたんですけど、ギリギリ上方向に行っちゃってましたね。はい、いや、 やっぱり迫撃砲のその軌道っていうのもなかなか、うん、ホールド時間でね、ちょっとずつ変わってくるんで、何が起きた。なんか相手の手榴弾でコンボ伸ばしましたね。もうやめてくださいよ、じゃあ今迫撃砲の話をしてるんですよ。ね、そのまま手榴弾と織り交ぜて空上を当てて、その上に撃墜していきました。まあ、火ダメがこう火ダメに差があったじゃないですか、今、はい、スネーク側はオレンジ色ぐらいのパーセントで、リドリー側は真っ白なパーセントだったんで、はい、まあ、そのなんだろう、やられる硬直っていうのがリドリー側の方がどうしても少なくなっちゃう、はい、から早く動いたリドリーがそのまま制したって感じですね。ムム光る、あれですね、こう団体1名様です。はい、はい、いろいろ出してきました、うん、もう現時点で 1,2 さあ次にこの3キャラクターですね。はい、3キャラクターということで総計5体のファイターを、ね、使い分けているわけです、ね、さあ水明、この総勢のキャラクターに対してどう立ち向かっていくか見どころです。さあ手榴弾と脂肪を織り交ぜて微妙な前に制していく。そしてポケモンチェンジ、ジェニガメを初手で使わないですね。はい、まあ、近距離を仕掛けに行くとどうしても、リーチの長い CQC の前に素肌をさらしがちな、はい、あのゼネガメではなく、あの手榴弾を抜いてくる、スネークに対して強くいける葉っぱカッターを持っている不思議草を選択していくと。なるほどなるほど、ということですね。もうスマパの代名詞ともなっているこのポケトレスネークというカードですけども、はい、やっぱりね、不思議草の時にどうやって相手の拒否、相手の撃墜択を拒否し続けるかっていうのが課題になるんですけど、まさかの横スマッシュでしたね。横スマッシュ、はい、絶対にそのバー上がりと駆け上がり許しませんから、あの位置でやると。スネークといえば上から帰ってくるのがもうもはや鉄板みたいな復帰になってるんですけど、上から帰ってくるのに対しては不思議草鶴の鞭を持ってるんでかなり強気にいける、はい、だからこそ下から帰らなくてはいけないんですけど、下から帰ろうとするとサイファーがそもそも空車で破壊されるし、ガキ展開にもなってしまうということで、はい、ガキ展開で横スマッシュ決めていきましたね。しかも使っているのは光る、はい、そこの連打は間違いなく高いでしょうと、うん、これはなかなか上から帰りづらいのではないでしょうか、はい、さあ横ビニキータに関してはハッパカッターで、うん、うまくずらして判定を消しながら進んでいきました。さあどうだ、これ一度引いていくが分かった様子、着地にはしっかり掴んでいくぞと前分かってますね、はい、さあどうだ、うまく返っていきたい。おお、いい時代とか引いさあそのまま下スマッシュしていきました、はい、強気で打ちましたね、はい、崖放し行動読みでしたけど、はい、もう素晴らしいですね、いつの間にか顔が減っております。はい、さあどうだ、ニキータ織り交ぜて空へ 44.8%、はい、これはいいで、まだ許さないぞと、まだ続く痛すぎるスネーク、我慢我慢。さあ掴んで、これをやっぱりやっていくか、そうですね、さあこれはなかなか難しい、ミサケ、はい、これは空下のメテオで、うん、おそらく立ち吹っ飛びだったんで地面演出も出ず、はいはい、まあ、ジャンプが残っていればジャンプでまあメテオ返しみたいな感じで戻ってこれる展開ではあったんですけど、ジャンプなくなってたんで、はい、こうサイファーの上昇する前にちょっと下にグイっていくじゃないですか、です、ね、感性が残っちゃいましたね。サイファー打つしかないんですけど、そのせいでこう逆に下の撃墜ラインに触れて撃墜っていう、はい、つまりもうどうしようもなかったですね詰ませました本当に。